こんにちは、シエルです。今回は久しぶりに海外ドラマのイベントに行ってきました。久しぶりに髪の毛を巻いてかなり気合を入れて参戦してきました。私が一番好きな海外ドラマと言っても過言ではないくらい大好きなシリーズの前日譚の作品です。その作品はこちらです。ゲームオブスローンズの前日譚、ハウスオブザドラゴンです。日本最速プレミア試写会ジャパンプレミアに行ってきました。この夏ハウスオブザドラゴンが熱いということで、今回はこちらのイベント U-NEXT さんに招待していただき参加してきました。今回のイベントの会場は六本木ヒルズです。お天気も良くて最高ですね。そして六本木ヒルズにある東宝シネマズに来ました。到着って喜びたかったんですけれども、ちょっと気合を入れすぎてしまいまして、2時間前に到着しちゃったんですね。はい、というわけで外で時間を潰していました。はい、ようやく受付済ませたので、これからいざジャパンプレミアへ参戦してきます。入り口にはハウスオブザドラゴンのジャパンプレミアのパネルが飾ってあって、もうこのねパネル見ただけでスケール感やっぱ半端ないだろうなって、もうゲームオブスローンズ好きはたまりませんね。入り口でもらった U-NEXT さんのクリアファイルの中にはチケットとかいろいろ入っていたんですけど、その中になんとお土産にステッカーも入っていました。何種類も入っていてめちゃくちゃかっこよくて嬉しいですね。シアターに向かっていくと入り口付近にドーン、ハウスオブザドラゴン、大きなパネルがありました。はい、ここで記念撮影ですね。はい、今回こちら前日譚ではドラゴンを操るターガリエン家の物語ということで、これはドラゴンの目ですよね。めちゃくちゃかっこいい。そしてちょっと怖さもあるんですけれども、ドラゴンの登場に期待大ですね。はい、こちら今回上映するスクリーン、思っていたよりかなりでかいですね。そして広い、500人ぐらいは入るかな。めちゃくちゃ広い会場でした。私の席がですね5列目ぐらいだったんですけれども、結構あのスクリーンに近かったんですが、もう大迫力。やっぱりゲームオブスローンズをね見ている方はわかると思うんですけど、スケール感が半端ないんですよ。でやはりハウスオブザドラゴンとねタイトルがついてるぐらいですから、ドラゴン登場しました。めちゃくちゃかっこいい。これはぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。そしてゲームオブスローンズといえば、なかなか過激な描写もありますが、やはりハウスオブザドラゴンもゲームオブスローンズ好きにはたまらない演出、ちょっと見てられないようなシーンもあったり、ドキドキ感、ハラハラ感、この人裏切るな、いろんな登場人物出てきました。これは面白くないわけがない。本当にこの夏一押しの作品になると思います。注目していきたいなと私自身も改めて感じました。ハウスオブザドラゴンは U-NEXT にて独占配信です。8月22日からぜひ一緒に楽しみましょう。